はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。リブローグです。春になりました。全然そんな感じはしないよね。冬です。冬です。まだ寒いよ。今日梅の花を見に行こうかなと思って。今日はすごい車です。今までで一番すごい車でしょ。一番パワフルだと思う。ジャガーを借りました。ジャガー、あれ、わお、すごいね。クーペスタイル。怖そう。というわけで行きましょう。はい、うわぁ、すごっ。これもかっこいいよね、こっち。やばい。ジャンプしてジャガー。ウィン。エンジンかけますよ。はい、行きます。なんか最初はなんか、あ、全然うるさくないなと思ったら後から来たね。すごっ。キューンブルルバブーン。今日は三重県に行きます。三重県の鈴鹿に梅を見に行きます。周り水が、それはスポーツカーのあるあるでしょ。うん、加速してみると、いやーやば、ね、すごい、すぐに来るね。そう、 V8 5リッタースーパーチャージャーだから、ターボって踏んでからちょっとラグがあってドーンっていくけど、スーパーチャージャーだと踏んだ瞬間ドーンっていくから、ちょっと i8 みたいな感じあるよね。より怖い。なんか踏み間違えると。だからレナさん気をつけてください。アクセルとブレーキはどっちがアクセルか分かる？大きい方がブレーキ。その考え方はやばいよ。ルート2です。音がアクセル離した後に後ろがバババババって花火が散ってる。ちょっと今名古屋高速で60キロぐらい走ってんだけど、このパパパパパ、すごくね、この花火。さっきノーマルでずっと走ってたんだけど、これピコってやるとダイナミックモードに入って、でこれポッて倒すとスポーツモードになるんだよ。パフォーマンスが一番高い状態が今かな。じゃあ今踏んだらバオーン。そう、バオーンってなると思う。うわあれだよ、こうでこうだよ。バラ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 って。あ、また鳴ったね。すごっ。なんであれ鳴るんだろうね。俺ちょっと仕組みが分かんないけど。それを勉強すべきじゃない。バックファイアが鳴る理由が分かる方教えてください。説明してください。というわけで次のパーキングエリアでレナにちょっと、レナも運転したいでしょ。何の顔をしてるの。したいかな、できるかな。変わりましょう。ポジショニング大丈夫ですか。いや、もう悩むしかないよ。視聴者さんからよくこれね、姿勢がハンドルに近すぎないっていつも注意してるやん。足が短いから。何を言う。リラックスしてるの。スーパーカー乗る前にそんなリラックスしちゃダメだよ。リラックスじゃないよ、眠たい。じゃあちょこっとだけ踏むよ。めっちゃバババババーンってなってるじゃん。なってる。めっちゃ限界まで踏むよ。こうギュッと。緊張するよ。これさ、すごっ。今車体揺れてるよ。こう横にグググググって。オッケー。行きましょうか。行きましょう。さっきウインカーとワイパー間違えてたよ。そうだよ。追い越し車線入ろうとして焦って、ああああああウィンウィンってなって。やっぱ焦るとまだあれだね、全然無理だね。もう頭がパニックでしょ。
この借りてる車はこのジャガーの F タイプの中でもすごいパワフルなモデル。だからさっき言ったけど V8 5リッタースーパーチャージャー500馬力以上。私はこの文書で分かったのがでもすごいパワーってこと。怖い全然スピードそんな出てないんだけど、やっぱ怖いわ。自分が運転してれば怖くないけど、おいレナだからかもしんないけど、おい怖いわ。おい加速やめ。おい入り口に、はい、というわけで、わあ並んでる並んでおります。はい、というわけで1人1700円のニューエルニョン。おわお、すごい、すごい、うわすごっ。えな、あれ、え言葉が出ないぐらいすごいね。あのこんな綺麗なんだ。絵が描いたみたいな。確かになんかもう絵みたいだね。そうでしょ。どうですかレナさん、初めてなんじゃない人生でこんなに梅を囲まれたの。そうだよ、すごいっすわこのレベル。こっちもやばいっすよ。もう全部やばいよ。本当にすごいしか言えない。ずっと見たことないピンクの世界。すごいね。なんか梅で言ってもさ、白いやつとかピンクとか、あとはちょっと濃い赤とか、いろんな種類があるんだね。すごいよこれ。もうすごいしか言ってないけど、すごいよ。聞こえる？かわいい。かわいい鳥がいっぱいいる。匂い嗅いてる。匂いってあんましないじゃん。あんましないけど、めちゃくちゃ近くで匂い嗅くとなんか鼻の匂いはするよ。梅ってこれ舐めたらね酸っぱいよ。おい何を嘘つくことがある。何を嘘つくことがあるの。うん、なんか濃い方が好きかな、色が。上から下につらららなってしだれ梅だね。しだれ梅がなんか儚くていい感じね。え、儚いの意味わかる。儚いのはわかんない。わからないよね。教えて。携帯に切って説明できないよ。なんでそんな説明するのが下手なの。テクノロジーだよ。21世紀のテクノロジーだよ。これは出入り口付近にね、売店があって花が売ってる。いっぱいいろんな花が売ってるね。梅は売ってないけどね。切り花とか超綺麗じゃん。触るな、アホ。でも気持ちいい。奥に食べ物ある。ずっといい匂いしたから、どこでいい匂いしてるか、ね、アナゴ寿司だって。あ、鈴鹿名物なんだって。アナゴ寿司。うわ、いろいろあるじゃん。五平餅。みたらし団子、こんにゃく団子。なんか食べよう。食べ物一応売ってるけど。買ったよ。食べれない。そう、園内はね食事禁止だって。多分コロナがあれかな。タカがこんにゃくに夢中。鈴鹿名物こんにゃく。鈴鹿で有名なんだね、こんにゃく。刺身こんにゃく、はい、どうぞ。ビールのお供に買おう。桜餅。桜餅食べたい。レナが大好きな桜餅買ってく。買っていく。桜餅ってめちゃくちゃ美味しいよね。はい、というわけでちゃんと出てきました。ちゃんと出てきました。さっき買ったみたらし団子とこんにゃく団子。というわけで食べて。あ、うまい。あ、うまいよ、こんにゃく団子。あ、そう。2本買えばよかった。ノー、大丈夫、今から食べに行くよ、バカ。みたらし。うん。あ、みたらしもうまい。
というわけでこの動画を終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。